20日さんってロールうまい。やばいやばい、バレた。なんなんこいつ。うざ。なんで上からなんだよこいつ。うるせえよ。はあこいつ。おい、誰か1日目の俺のスコア持ってこい。今でもあの日のことは忘れられないよ。おこいつ闇に落ちてる、もうスコアでしか人を見れない化け物になってる。さあ、アリケン入れとこうぜ。こいつやばい、思い出にしようとしてる俺を。最低だ。入れとこう。ナイトボットに。最低だ。うん、構文来るよ、構文が。アリケンでエゴさしたらこれしか出ない日があったわ。出た、未知の世界、未知の敵。初心者だが俺はトップとして頑張ろう。敵はアリケンだ。僕はトップとしてやってありますか。多すぎだろ。そんな希望は一瞬でなくなった。響き渡る悲鳴、飛び出る F。気づいたら試合は終わっていた。そうだ、俺はしょがりされたんだ。でも次は絶対に負けない。俺は神と。陸のこと、そんな名前で呼ばれるトップはいつも多すぎだろ。なんでそんないっぱいあるんだよ。目の前にはひどくなんでだよ。俺は中二病のヨネを駆使し、その死亡をそぎ落として。なんでそんなできてんだよ。アリケンガリガリだぞ。俺の名は神と、この世界の英雄だ。ふざけんなよ。しょがりされたあの日、俺は負けないと誓った。アリケンを倒すため戦い抜く。そして試合当日、結果はトップディフ、GG、イージー。アリケンは、そう、俺は勝ったんだ。溢れてる脳汁、快感に俺はハマってしまった。これからもやろう。そう思いながら、今日も俺は篠宮の匂いを嗅ぐ。篠宮ママ、俺は神と。終わってるこの構文。もう一回やってくんねえかな、ザカセン。いや、てかもう一回トップでこいつと戦いて。あ、明けましておめでとうよいちゃん、今年もよろしくお願いします。明けおめ、そうだ、ことよろです。どうもどうもことよろです。何してんの？課金いっぱいした、3万円課金した。やば。とりあえず俺もチャンピオン全部買おっかな。金全部買ったらなんか。実は手に入らないスキンとかがこのゲームには存在するんですけど、はい、え、全部買ったら買えるようになるんですか？全部買うと1個選んでプレゼントしてもらえるとかなんだかあります。どういうことですか？ただスキンは3桁万かかるみたいなことかセンさんが言ってたような。3桁万そうか。ペイできるか俺これ。え、でもね、めっちゃいいんだよ、その販売してないその昔のスキン。え、どういうこと？その全部ゲットできたら取れんの？それはなんかそう、レアスキンみたいなのがあって、うん、そう、スキンを全部持ってると、うん、なんか1個もらえるだかなんだかかな、なんか。え、その1個ってのは、うん、全キャラ1個ずつ、それとも己自身1個？己自身1個かな。え、3桁万円課金して己1個しかもらえへんの？確かそうだったような。なんかね、スキンの横にマークみたいのがついてると確か。え、このさ、ヘルステルシリーズかっこよくない？全員ヘルステルヘルステルハートスティールかも。それかっこよくない？ここら辺え、セトもあるやん。え、グラガスサンタとか買ってた方がいい？グラガスサンタマジか。かわいいだろ。グラガスサンタ。あら、えぐ。確かにね、ヘルステルはかっこいいよ。ね。ケインとかエズが女の子に人気らしいよ。エズリアルの。え、何？女の子に人気っていうのは、それを使ってる人が人気なの？それともエズリアルが人気なの？いや、まあなんか私の友達はその絵図使ってるとちょっとかっこよく見えるとは言ってた。そのスキンの絵図使ってると。マジか。え、このヒールスティール？そう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 のエズリアル。エズリアルを使ったことないけど買ったわ、とりあえず。その人にモテたいから。え、多分分かるっていう子いるんじゃない？結構。ちょっと待って、コメント欄でかっこよくなったって言われたんだけど、そんな買った瞬間効果が現れ出すん、これ嘘でしょ。そういうキャラいないの？もっと実際ね、ちょっとこれかっこいいよな。え、今ちょっと骨格変わり出してるかもしれん俺。だんだんシュッとね、だんだんかっこよくなって、ちょっとこの子の神モデルカイザーもちょっとかっこいいな。なんて子の神、子の神、子の神で合ってるよな、みんなこれ。いにしえ。あ、どうも。これあれやん。あ、来た。配信してます。あ、配信してます。あ、お願いします。いやいや。あけおめです。あ、あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、まったりまったり。まあ、行こうか。神戸課金しようぜ。課金？神戸さんはどんなスキンが好きなの？俺はね、中二病か、めっちゃ可愛いスキン。ギフトガチャする？出た。ギフトガチャって。やる？どうやってやんのこれ？あ、でも俺ごめん。24時間経過しないとダメだから、できないや。あ、そうだ。送れない俺。あ、じゃあ、アリケンに私、お互い送るってことこれは。いいよ、じゃあそっちから。来た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 。これ他にもジャングルの人いるんですかもしかして。何これ？ファンザって書いてんだけど。ジャングル。あ、どういうことファンザって。どういうこと？ジョイチさん、ジャングル戦ですかもしかして。まあ、ジャングル戦ですけど、まあ、今日全然クイックだし。ゆうちゃん当たりらしい。当たった？何が当たった？ブリッツ。ブリッツのファンザってのが当たった。いや、嘘嘘。ごめん、帰ってきてファンザの話してる、マジ。だってファンザって書いてたよ。ファンザ、何モザイクかかってるってこと大丈夫？そんなことある？どれスキン？どんなスキン？誰のスキン？誰のファンザ？あ、違うわ、ファンザじゃなんだじゃん、ファンザ。誰？チャンピオンは。わかんない。これが届いた瞬間、ファンザって書いてた。お前それ、ロルじゃなくて、もう一個自分の後ろのブラウザで開いてるファンザのギフトじゃない？違う違う。ファンザのギフトってランダムで届くのやばいだろ、ファンザで。どうすんだよ、自分の全然好きじゃない。ありけん。そんな。いやそんな植えてんの？いや違う書いてたから。いやファンザなんて書いてある。いや書いてあるわけないやん。いやちょっと待って本当に書いてたってファンザって。終わってない？終わってるお前マジで。誰のスキンだよ。ブリッツクランクのブリッツクランクね。よいちゃんに送り返すどうやってやるの？490円だって。おい、絶対ここのテキストに書いただろ、ファンザって。絶対ここだ。バレちゃった。俺も買ってよ。確かに、スキン見たいわ。スキン。買ってよ。何ブリッツのスキン見してよ。ブリッツのその。市販されてないよ、多分それ。今見てるけど。てかちょっと待って、400、これ送り合った方がよくない？490円だぞ、1回。そんなガチャとかあるんだ。ガチャよりポッポやるか。そう、ガチャがあるんだ。ガチャやりたい。ねえ、やばい。どういうシンドラ届いた。最高？うん。何それ？これさ、正直、ポッポに今から送るけど、シンドラと男。これもう俺の。女あれだよな。何俺のあれ？俺の女俺の運だよな、これでも。当てるわ。何がいい？アムムの限定スキンいくわ。そんな限定スキンとか送れんの？これ、マジで自分の持ってる、チャンピオンのスキンしか出ないの。あ、そうなんだ。アリケンからギフト届いた。当たりじゃないのこれ。見て。T1 エリス来た。T1 限定スキンだよ、それ。すごっ！当たりだって。ど当たりだ。T1、これアリケンさんにどうやって送るのこれ。なんか右クリしてギフトを送るみたいので。ギフト。大当たりだ。クソおもろい遊び見つけてもうた。来た。これだった。きなこさん、それ、あれだよ。T1 が優勝した時の記念スキンだよ。アリケンさんに送ってみたよ。あ、来た。なにこれ。なにこれ。クライムシティナイトメアダリウス。いいんじゃない？いいんじゃない？これどうなん？いいんじゃない？ダリウス。あ、当たり。微妙？でもダリウス俺使うよね。ブリッツの何が当たったのアリケンは。ファンズじゃなくてさ。貼ってよ。貼るってどういうこと？スクショ撮ってってこと？ファンザブリッツ、クリップ貼られてきたわ。ほんとだ。どう当たりそれ。ファンザブリッツ。それファンザ書いてるだろ？嘘じゃなかっただろファンザって。これ多分、いや、よいちさんがさ、ファンザっていうさ、コメント。ファンザスキンじゃないよ、それメッセージだよ。いや、だってファンザって書いてでもこれもハロウィン限定スキンじゃない？待って、メタすぎん？この送り合い。やばいよね。すごいね。あ、そうだよ。だって今、買えないもん。購入不可。マジの動画は見つけやすい。めっちゃいいやん。